はい、どうも、明けましておめでとうございます。西田です。今日はね、京阪七条駅に来ております。ただいま時間が5時50分。ではですね、今から歩いてヨドバシカメラまで行きたいと思います。福袋チャレンジ、何かいいのが買えるかな。トイレだけ済ませてから行きたいと思います。雪降ってますよ。寒い。さあ急ごう。去年ね、ヨドバシカメラで iPhone がね当たって、それをまあ動画にしたわけですけども、その動画がね、まあ結構見られて、かなりね低評価ボタンが70超えてました。で、1年経って去年を振り返る意味でまた再生回数が伸びてるんですけど、まあ今回もね、まあ来年の復習材料として、まあ動画にしときたいと思います。急ごないと。着いた。どうやろう、行くぞ。うわ、少な。嘘やろ。一昨年に比べたら結構人数は少ないかなっていう感じです。時間が6時ぐらいに、ね、到着したんですけど、138番ゲットしました。なんかスマートウォッチ程度ならなんか選べそうな気がするんですけどね。どうしようかな。ガーミン狙ってみようかな。おかわりもなんかね、いけそうですよね、これ。ハーウェイとガーミンか。まずこれを最初に狙ってみて、このシャオミのね、SIM3 スマホをおかわりできるかどうかかな。当たり外れがあるからな。おそらく7時ぐらいからね、引き換え券配り始めると思うんですね。で、8時が開店なので1時間待たせると、そんな感じだと思います。いただきます。どうぞよろしくお願いします。そろそろ始まるのかな。あ、始まってる。さあ、何が取れるかな。アップルウォッチが終了しました。早い。アップルウォッチと iPad がもうなくなってますね。はい、138番からすいません、お待たせしました。はい、どうぞ、こちらで139番お待たせしました。ビジネスこれ35、はい、35、見て、はい、43。整理券もらいました。ガーミン当たってくれよ。ガーミン買うまでは出れないようになってますね。おかわりができない。トヨスさんが行って取り行くか。今のスマートウォッチで書きたい。ありがとうございます。はい、こちらでご案内いただきます。はい、お願いします。はい、どうぞ。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。今、進んでください。1万ポイントを使っています。1万円でございます。はい、いかつでお願いします。はい、お待たせいたしました。少々お待ちします。はい、ございます。お願いします。クレジットご利用明細書か領収書のお返しです。ポイント1000分が楽しくついております。はい、お待たせしました。ありがとう。よし、おかわりいけるか。急げ。あ、違う、間違えた。2回目
もう564番、あらシャオミのね、スマホを狙ってたけど、もう完売してますね。どうしようかな、なんか欲しいのあったかな。おかわり考えた結果、このワイヤレスイヤホンにしてみました。なんかこれ結構ね、便利そうなんでいいかなと思って間違いないです。はい、ありがとうございます。貯めといてください。ありがとうございます。それはこちらのクレジットで。あ、はい、一括で。ありがとうございます。領収書クレジット明細、はい、最初の貼り付けレシートでございます。はい、ありがとう。お願いします。というわけで、スマートウォッチとフルワイヤレス、フルワイヤレスイヤホンを購入しました。まだ残ってる。スイッチまだ残ってるね。スイッチはまああれだね。iPhone もまだ残ってますね。さすがにね、これプロマックスで撮影してるのでね、さすがに iPhone はいらないかな。ビッグカメラにね、寄ってからちょっと友人とね、初詣の約束してますんで、それ行きたいと思います。あ、しんどい。ビッグカメラ、店頭でね、何売ってるかだけちょっと見てから、記録に収めてから去りたいと思います。結構並んでるな。あ、ありがとうございます。うわ、セルラー、アップルウォッチセルラー。台数が、スイッチ、ヨドバシカメラ行ってからビッグカメラ並ぶ。どうかな。さあ、急いで祇園市場駅に向かいたいと思います。どう行ったらいいんや、バス乗ったらまへんかな。はい、というわけでヨドバシカメラ元旦当日のね、福袋販売の工房でした。シャオミのスマホ欲しかったな。やっぱ売れるの早かったですね。みんなお買い得なんを知ってる。でもあれぐらいの、今年ね少なかったから、紙福袋と言われるあのね、3万円のオフィスなし買えましたね。全然、まあ別に転売するっていう
目的ではないので、自分が欲しいものをね今日は買いましたけど、まあ来年以降はどうなるか、またね来年以降のね、まあ、参考の資料として動画を見ていただければなと思います。はい、というわけでヨドバシカメラの元旦の様子でした。何がショックだったかっていうのは、前日の大晦日に再販がやってたということで、もう爆睡してましたねその時間まで。で、まあ今日も再販があったんですけど、ほぼほぼあんまり残ってなかったみたいで、で再販の探し方なんですけど、落とし玉箱っていうのを検索にかけないと出てこないみたいです。これはね来年の参考にしてほしいなと思います。では、元旦のヨドバシカメラマルチメディア京都の様子でした。最後までご視聴ありがとうございました。また3日にね梅田に行ってみたいと思います。